さあ始まりましたけれども、うんね、最近もう鍋すごいハマってるって話をね、ちょっと、ね、しまして、だって昨年末なんかね、はい、鍋する相手がいないっつって、うん、寂しいなんつって言ってたんだけど、これがね、すごいもんで、うん、結構毎回いろんな違う人をこうお招きして、うん、そうなの、いつものメンバーじゃないんだ、毎回違う人なの。もうなんか楽しくなっちゃって、うん、あ、俺結構こう家でもてなしして、うん、でもキッチンにね、誰も立たせないの。出た。自宅鍋でもう全部やんの。そうで、もう回を重ねるごとに効率が良くなっていくのが分かって、うん、あ、うまくなって、最初は店みたいになって、前も喋ったけど野菜をとにかくなんか充実させたくて買ったんだけど、気づいたら野菜で腹パンパンなんなっつって、肉までいけない、だから次野菜減らして、うん、でやったらまた今度肉がちゃんと食べられるしみたいな、うん、だけどその鍋が出来上がるまでの間ちょっと手持ち無沙汰にさせちゃう、確かにそうだ、ね、なったから、うん、そこでちょっとハムとチーズのものを先にお出ししといて、オードブル的なビールとワインと先に置いといて、ちょっとやっといてください。つまんでちょっと一杯やってる間に鍋できるんだ、うん、そうというのもこうやったりとかで、今度やったらなんか終わった後もおもてなしたいなと思って、うん、まあ、一緒にこう果物をね、うん、買ったりとか、うん、そのスイーツ売り場もあのスーパーに併設されてるから、デザートだ、そこでチョコレートケーキとか買ってお出しするとめちゃめちゃ喜んでくれるわけ、いや、至れり尽くせりだもんな、もう店だもんな、なんか前菜あって酒あって鍋あってデザートあったら店だもん、そう、そうで俺立って出して、うん、俺もたまに立ちながらこう食べるぐらいが好きなんだなって。え、じゃあほぼ食べてないんです。そう、あんまり座らない。でそれをキッチンでみんながなんか楽しそうにやってんのを、ちょっと待って今行くから餃子投入するからっていうので喜んでもらえるのすげえ楽しいわけ。そんなのをね、ほんとこの1月2月でだからもう10回ぐらい開催やってんじゃん。開催したらさ、2ヶ月で10回、ほぼ毎週じゃん。で気づいたらやっぱいろんなとこで分かんないけど話をしてくれたのか、この間局のメイクさんにメイクしてもらいながら、藤森さん鍋呼んでくださいよなんつって、もう有名になってるの、聞きましたよ、鍋、あのね、多分ジャンポケの太田が言ってくれたの、なんかすごい美味しくて、おもてなしのある鍋、なんかあるらしいじゃないですか、呼んでくださいって言われてまた嬉しくなっちゃって、そうで俺もうさ、今サービスの向上しか頭にないわけ、はい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 。とにかく今何をしたら喜んでもらえるかっていうことで、今ハマっちゃったのはお取り寄せね。まああのすごいな、お取り寄せ。そう、もうとにかくオプションいろいろつけたくて、でついこの間はあのちょっと番組でね、すげえ美味しいキャベツがあったんだけど、それは通販でしか売ってなくて、雪下キャベツって、雪の下でこの冬に育てられたキャベツってこう抵抗力が上がるかなんか甘くなるの。それが俺絶対鍋入れたらうまいと思ったから、それを頼んでやったらもう大好評だったりとか、とある番組ですごいお取り寄せで美味しい、あの、おせんべいがあるって言って、うん、ハリマヤ本舗っていうところのカレー満月っていうおせんべいとかもそれを取り寄せてさ、うん、じゃあまずストーリーがあるもんね。ただちょっとそこら辺で買ってきたんで値が張るだけじゃなくて、はいはい、取り寄せてどこどこどうまいってなるとストーリーがあるもんね。今度それまた話できるわけなんですよ、うん、面白い、出てくるまでが面白いもんね。そうなんですよ、うん、だからもう今本当にひっきりなしに家の、うん、宅配ロッカーに必ず何か入ってんすよ。もうおもてなすためのものたちが仕入れだ、仕入れが、で多分今日は帰ったら宅配ロッカーに、まあこれごめんなさいちょっと高価なんですけど、これはこの間俺が広島行った時にたまたまね、お店の常連で行ってるお店があって、そこの大将が「もう来てくれたから嬉しいよ」っつって「これ持ってって」っつって「もういただきもんだけど」っつって1個ね800円するみかんがあんの。いやめっちゃ高いじゃん、これ新幹線なんか食べてよなんつって言って、もうメロンじゃん、食べたらもう信じられないぐらい うまいの、もう伝説のみかん、みかんでプリプリっていう表現が合ってるか分かんないんだけど、もうプリプリプリでジュブジュブジュブってこう、すごい噛み応えとこの中の果汁感、ジュース感が、それもこれだと思って、うん、だからそれが今日多分高いロケに入ってるんで、楽しみでしょうがないっていう、グルメ中のグルメになってるんだ、もてなすのは喜びの、そう、なんか自炊を別にしてる感覚がないんだよ、もう鍋だから。そうか、だけどなんか家に人呼ぶのってあんまりこの何年もしてなかったんだけど、それにね今楽しみをまた覚えちゃって、あれだな、だからもうそのうちそのコミュニティが一個出会いの場になって、はい、そこでカップルが生まれるのよ、いやそう、でそこでカップルが生まれたことをまた
聞きつけて、はい、藤森さん私、なかなか彼氏できないんですよとか、うん、藤森先輩俺、はい、彼女できないんですよとか言って、はいはいはい、また集めて、うん、みんなに喜ばれてさらにカップルもできてっていう、はい、これね天野さんいやそうだってね確かにね、じゃあいいの天野さんくっつけちゃってくっつけて自分結構後になっちゃう、ね、そうそうそう天野さんあのでそこを通り過ぎるとこれピーターさんです俺、ね、最上級がピーターさんピーターさんあなたそのうち葉山とかに広めの部屋借りてみんなを招待するっていうそうなのよ場所までプロデュースしますよ本当に俺あれこれピーターさんかなって一瞬自分で思った節があったのが来た人のためのパジャマを代官山に探してた時にあこれ来た人に着てもらいたいっていうだからそうだな今藤森さん天野さんピーターさんの LINE に今何なり、はい、俺よく変わるね LINE がねすごい線路に入ってきた、ね、その武田さんからのマイケル富岡さんっていう西麻布路線から自宅鍋おもてなし系の天野さんピーターさん LINE に変わりましたピーターさんがその先にいたって、ね、今気づかされたんだけどあそう完全にその LINE ですよアマピー LINE ですアマピー LINE アマピー LINE 俺好きなんだって分かったいやでも得意なんだろうな。なんか別に苦じゃないんだよ片付けも何にも。でも悪いこともしてないし。そう健康的だし、うん、ヘルシーだし、ね。楽しく帰ってもらえたらいいなっていうね。でもそしたらそのうち自分の出会いもあるかもしれないし。そうだね。そこにこう今日友達も連れてきましたなんつってね。ああいいじゃない。はい天野さんピーターさんだったんだね今俺が歩んでる道って藤森さん今アマピー線の超特急乗ってますアマピーって聞けたのかねちょっとなんだろうって、ね、アマピー線の超特急乗ってます超特急乗ると天野さん超えてピーターさん行っちゃうしてるんだね俺直で可能性としてピーターさんも超える可能性あるもうその先は何P の果ては何P の先はこれからあなたが見せてくるで終わりだしは見たことがないから芸能界の新ジャンル気づく新ジャンル気づけるよピーターさんすごいからね、はい、ぜひねいろんな方お招きしたいと思います、ね、皆さんぜひ行ってみてくださいはい。ハリマヤ本舗っていうところのカレー満月っていうおせんべいとかもそれを取り寄せてさ、うん、じゃあまずストーリーがあるもんね、はい、ただちょっとそこら辺で買ってきたんで値が張るだけじゃなくて、はいはい、取り寄せてどこどこでうまいってなるとストーリーがあるもんね今度それまた話できるわけなんですよ、うん、面白い出てくるまでが面白いもんねそうなんですよ、うん、だからもう今本当にひっきりなしに家の宅配ロッカーに必ず何か入ってんすよ、もうおもてなすためのものたちが仕入れだ仕入れがで多分で、ね、今日は帰ったら宅配ロッカーに、うん、まあこれごめんなさいちょっと高価なんですけど、うん、これはこの間俺が広島行った時にたまたまね、うん、お店の常連で行ってるお店があって、うん、そこの大将が、もう来てくれたから嬉しいよっつって、うん、これ持ってってっつってもういただきもんだけどっつって1個ね800円するみかんがあんのいやめっちゃ高いじゃんこれ新幹線なんか食べてよなんつって言ってもうメロンじゃん食べたらもう信じられないぐらい うまいのもう伝説のみかんみかんでプリプリっていう表現が合ってるか分かんないんだけどもうプリプリプリでジュブジュブジュブってこうすごい噛み応えとこの中の果汁感ジュース感がそれもこれだと思って、うん、だからそれが今日多分高いロケに入ってるんで楽しみでしょうがないっていう、ね、グルメ中のグルメになってるんだもてなすのは喜びのそうなんか自炊を別にしてる感覚がないんだよもう鍋だからそうかだけどなんか家に人呼ぶのってあんまりこの何年もしてなかったんだけどそれにね今楽しみをまた覚えちゃってあれだなだからもうそのうちそのコミュニティが一個出会いの場になって、はい、そこでカップルが生まれるのよ、うん、いやそう、うん、でそこでカップルが生まれたことをまた聞きつけて、はい、藤森さん私、なかなか彼氏できないんですよとか、うん、藤森先輩俺、はい、彼女できないんですよとか言って、はいはいはい、また集めて、うん、みんなに喜ばれてさらにカップルもできてっていう、はい、これね天野さんいやそうだってね確かにねじゃあいいの天野さんくっつけちゃってくっつけて自分結構後になっちゃう、ね、そうあのパターンでそこを通り過ぎるとこれピーターさんです俺、ね、最上級がピーターさんピーターさんあなたそのうち葉山とかに広めの部屋借りてみんなを招待するっていうそうなのよ場所までプロデュースしますよ本当に俺あれこれピーターさんかなって一瞬自分で思った節があったのが来た人のためのパジャマを代官山に探してた時にあこれ来た
な人に来てもらいたいっていう。だからそうだな、今藤森さん、天野さん、ピーターさんの LINE に今何々、はい、俺よく変わるね LINE がね、すごい線路に入ってきたね。そう、武田さんからのマイケル富岡さんっていう西麻布路線から、ね、自宅鍋おもてなし系の天野さん、ピーターさん LINE に変わりましたね。ピーターさんがその先にいたって、ね、今気づかされたんだけど。あ、そう、完全にその LINE ですよ。で、気づいたらやっぱいろんなところで分かんないけど話をしてくれたのか、この間局のメイクさんにメイクしてもらいながら、藤森さん鍋呼んでくださいよなんつって、もう有名になってる、聞きましたよ鍋、あのね、多分ジャンポケの太田が言ってくれたんだ、なんかすごい美味しくて、おもてなしのある鍋、なんかあるらしいじゃないですか、呼んでくださいって言われてまた嬉しくなっちゃって、そうで俺もうさ、今サービスの向上しか頭にないわけ。はい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 。とにかく今何をしたら喜んでもらえるかっていうことで、今ハマっちゃったのはお取り寄せね。まああのすごいな、お取り寄せ。そう、もうとにかくオプションいろいろつけたくて、でついこの間はあのちょっと番組でね、すげえ美味しいキャベツがあったんだけど、それは通販でしか売ってなくて、雪下キャベツって、雪の下でこの冬に育てられたキャベツってこう抵抗力が上がるかなんか甘くなるの、それが俺絶対鍋入れたらうまいと思ったから、それを頼んでやったらもう大好評だったりとか、とある番組ですごいお取り寄せで美味しいあのおせんべいがあるって言って、播磨屋本舗っていうところのカレー満月っていうおせんべいとかもそれを取り寄せてさ、じゃあまずストーリーがあるもんね。ただちょっとそこら辺で買ってきたんで値が張るだけじゃなくて、はいはい、取り寄せてどこどこどうまいってなるとストーリーがあるもんね。今度それまた話できるわけなんですよ、面白い、出てくるまでが面白いもんね。そうなんですよ、だからもう今本当にひっきりなしに家の宅配ロッカーに必ず何か入ってんすよ。もうおもてなすためのものたち、仕入れだ、仕入れが。で多分今日は帰ったら宅配ロッカーに、まあこれごめんなさい、ちょっと高価なんですけど、これはこの間俺が広島行った時にたまたまね、お店の常連で行ってるお店があって、そこの大将が、もう来てくれたから嬉しいよっつって、これ持ってってっつって、もういただきもんだけどっつって、1個ね800円するみかんがあんの。いや、めっちゃ高いじゃん。これ新幹線だから食べてよなんつって言って。いや、もうメロンじゃん。食べたらもう信じられないぐらい うまいの。もう。伝説のみかん。みかんでプリプリっていう表現が合ってるか分かんないんだけど、もうプリプリプリで、ジュブジュブジュブってこう、すごい噛み応えとこの、中の果汁感。ジュース感が。いいな、それもこれだと思って。だからそれが、今日多分高いロケに入ってるんで。楽しみで、しょうがないっていう。グルメ中のグルメになってんだ。もてなすのは喜びの。そう、なんか自炊を別にしてる感覚がないんだよ。もう鍋だから。そうか。だけどなんか家に人呼ぶのってあんまりこの何年もしてなかったんだけど、それにね、今楽しみをまた覚えちゃって。あれだな、だからもうそのうちそのコミュニティが一個出会いの場になって、はい、そこでカップルが生まれんのよ。いや、そう。で、そこでカップルが生まれたことをまた聞きつけて、はい、藤森さん、私、なかなか彼氏できないんですよとか、藤森先輩、